マッチ棒パズル。正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5+1=6 となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は4=6-2となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は18-6=12となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は1+1=9-7=2となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は9=2+7=9となり、正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は96-37=59となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。